はい、皆さんこんにちは、203です。今日は今年初めに買ったトレックのマドンナインの、インプレの総括をしてみたいと思います。結構買ってからまあなんだかんだで、何百キロか乗ってると思うんですけども、その上で思ったことをちょっと話していきたいと思います。本当に最初の、インプレというか感触で言うと、すごい普通だなっていうのが第一印象でした。マドンナインといえばもう完全なエアロロードなんで、エアロロードっていうと結構その平べったいフレームで、縦剛性がすごい強くてっていうイメージが大きいんですけども、乗った時にあんまりそういう見た目に反してそういう乗り味じゃなくて、割合普通というかで、乗り心地もアイソスピードっていう機構があるのもあると思うんですけども、乗り心地も結構良くて、そうですね、硬い感じは特に感じなかったですね。スルスルって走り出して、巡航も早いんですけども、それだけ乗ってるとそんなにすごい速いっていう感じは、しないんですよね。ただ実際スピードは結構出てる感じですね。 S ワークスのターマクの SL6 に乗った時も思ったんですけども、その感じる速さと実スピードの差があるっていうか、あれも結構スピードは出てるんだけども、あんまり速く走ってる感じはしなかったんですよね。車で例えるとベンツみたいな形で、すごく優雅に走ってるんだけども、実は速く走ってるみたいな、その乗り心地はいいんだけど速いみたいな、そういう感じの、タイプの自転車かなと思いました。なんでそのすごい加速感があるとか、今すげえスピード出てるなみたいな感じはしないですね。淡々とこうペダルを漕いでいくと、実は結構スピード出てたっていう感じですかね。マドンナインだと比較されるのはまたちょっと奇抜なデザインと機構のあったS ワークスのベンジバイアスと比べられることが多かったと思うんですけど、僕もベンジバイアスは乗ってる時期がありました。所有して乗ってる時期がありました。でその時の感想とは真逆でしたね。ベンジバイアスは乗った瞬間にこれ速いなっていう感じがしました。硬いのもあるし、とにかく加速が強烈ですね。踏み込んだ時のそのパワーっていうのが一切逃げずにペダルを伝わってホイールタイヤを回していくっていうか、踏んだパワーが本当 100% 推進力に変わるみたいな感触ですかね。無駄が一切ない感じですね。なんで加速が強烈に速いく感じましたね。でそれがすごく気持ちいいというか面白いというか、なんでその実力以上に踏んでしまうっていう感じがありますね。だからめちゃめちゃ速く走れるんだけど体力の消耗も結構すごいみたいな、そういう感じがありました。で巡航も速いし、で割合坂も登れるしっていうことで、結構オールマイティな感じはしました。ですごく僕的にも好きな乗り味の、バイクでしたね。でそれに対してマドンナインはっていうと、もう少しその従順な感じというか、すごくこう部をわきまえた紳士というか、すごく優秀な、執事みたいな感じですかね。頼めば何でもやってくれるというか、それ以外は待っててくれるみたいな形で、そのスピードを出したい時には出すみたいな、出さない時にはあえてその無理に足を使わせないみたいな、そういうところがありますね。ベンジの方がとにかく速く走るための自転車だとすると、マドンナインの方はどっちかっていうと、いかに体力を減らさずに速く走らせるかっていうような、体力を温存させて速く走るかっていうのがちょっとマドンナインの方かなと思います。だからどっちかかというとちょっと守りに、特化したというか、そういう感じがしますね。攻めのベンジと守りのマドンナインみたいな、そんな形の印象は持ちました。そうするとそのどっちも もちろん速いんで、あとは好みの問題ですね。そういう体力が削られるのが分かりながらも、こう速く走っちゃうのが好きなのか、長くその勝負どころまで
どんだけ足を温存させながらもアベレージスピードは速く、巡航したいかみたいな、どっちを選ぶかみたいな形ですよね。まあ、性格も出るとは思うんですけど、本当好みでどっちを使うかみたいな感じだと思います。なんでユーレスとか、まあ、性能の違いというよりは好みというか、まあ、戦略というか、走り方の違いによって、まあ、使い分けというか選び分けみたいなのをするのが正しいのかなと思いました。まあ、とにかくマドンナインはその乗り手に対して優しいというか、変なとこがないですね。そのまあ、そういう意味で言うと普通のバイクなんですよね。乗り味が割合普通だけど、まあ速いみたいな形ですね。あとマドンナインについては、まあ、ペダリングに関してはその力でグイグイ踏んでいくみたいな人よりも綺麗にくるくる回す人の方が多分合ってるかなと思います。なんで多分スプリンター的には、ベンジとかの方が反応がいい、グイグイ踏んで反応がいい、加速がいいみたいなのを感じるかもしれないですね。まあベンジなんかのそのフレームがめちゃめちゃ硬くて踏んだら反応がすごいいいみたいなのを、まあ、多分全世代的というか最近はそういうのじゃなくなってきてるのかなと思います。そういう意味ではマドンナインの方が今風というか乗り心地いいけど速いみたいな形を追求してるのが、まあ新しい時代に向けた乗り味なのかなっていうのはちょっと思いました。でまあベンジとの比較はそんな感じなんですけども、普段僕が乗っているSWAX のターマック SL5、 1個前のターマックなんですけど、それと乗り比べるとどうなのかっていうのなんですけども、まあマドンナインを組み立ててから、まあほとんどマドンナインばっかり乗ってたんで、まあ、だんだん慣れてきちゃうんですよね。なんでその速いっていうのもちょっと慣れちゃって鈍感になっちゃって、あんまりその速いバイクだなっていうのが薄れてたところだったんですけども、久しぶりにターマック乗ってみようかなっていうことでターマック乗ってみたんですけども、そこで改めてあマドンナイン速いんだなっていうのが気づかされたっていうか、巡航で同じような感じで漕いだ時に多分1キロから2キロぐらいマドンの方が速く走れますね。でまあそのぐらいのスピードだと平均スピード、まあ、40キロとか50キロ走った平均スピードになっちゃうと多分ほぼほぼ違いは出ないんで、平均スピードの方は上がらないとは思うんですけども、まあ平均スピードを1キロ上げるとすると多分 4,5 キロ巡航速くしないと多分上がらないと思うんですけども、まあちょっとタイムには出にくいかもしれないですけども、同じような感じで漕いだ時に巡航が1キロから2キロ上がったような感じがします。同じスピードで走った場合は多分巡航が楽に漕げるような形になると思います。漕ぎ出しとか、まあ、ダンシングとかそういうところだとやっぱりターマックの方が軽いのもあって、まあ軽快な感じはありますね。ただ今回組んだマドンナインもペダル込みで、しかも 64mm ハイトのディープリムホイール、結構重めのやつを、履いた状態で完成車で 7.3 キロぐらいなんで、まあペダルなしだと多分 7.1 キロとか 7.0 キロ台になると思うんですけども、結構エアロロードとしては軽めの部類だと思います。で最初組んだばっかで乗った時は、まあ、常にちょっと撮影したかったんで GoPro をつけて走ってたんですね、ステムの上に。なんで実は結構それが重くてですね、まあ撮影しない時に GoPro なしで乗ってみたら、結構その GoPro ありなしの重量の差っていうのが乗り味、ハンドリングとかその辺ものすごい影響出てて、GoPro なしだとダンシングがめちゃめちゃやりやすいんですよね。で加速感もなんかいいような感じもします。とにかくハンドル周りが軽くなるっていうのはすごい影響あるなっていうのは思いました。なんで最初GoPro をつけて乗った時は正直そんなに、なんですかね、ダンシングしにくいなとか軽快感みたいのはちょっと感じなくて、あんまり良くないかなと思ったんですけど、実際はまあ GoPro なしで走ってみたら、ダンシングもしやすかったし、ハンドリングも軽快な感じがありましたね。評価するときにはそういう、装着物がるかないかはちょっと考慮した方がいいかなっていうのは今回改めて思いました。これは結構乗っちゃうと次のバイクが難しいなっていうのは一つあります。
これよりいいのってなかなかないんですよね。まあ、特にリムブレーキの中で言ったらこれよりアマゾン9よりいいのっていうとなかなか多分ないと思うんですよね。まあ、次もし行くとしたら、まあ、ディスクのベンジとかキャノンデールのシステム6とかサーベルの S5 ディスクとかあの辺はちょっと乗ってみたいなっていうのはあるんですけど、まあ、まだだいぶ先の話かなと思うんですけども、普通に今のマドン9をちょっと乗ってもし次買い替えたいなって思った時になかなか候補になるのは難しいかなと思います。多分何買ってもグレードダウンになっちゃうのかなっていうのはあります。ただそのデザイン的なとこで言うと、まあ、特にカラーリングなんですけども黒とグレーというか黒とシルバーみたいな感じであんまりその派手な方じゃないんで僕の個人的な好みで言うとベストではないんですよね。見た目だけで言うとちょっと違うのに乗りたいなっていうのはあるんですけど性能で言うとなかなか次何買うっていうのは難しいかもしれないなと思いました。今回は、マドン9の、インプレ総括みたいな形で僕が、まあ、組み立てて乗ってみた感想を話してみました。まあ、ただこれ本当に個人の感想なんでもしかしたら全く逆のことを感じる人もいるでしょうし、まあ、人によってあるいはまあペダリングのスタイルとか、まあ、体力とか、身長とか体重とか、まあ、そういうものによって多分見方は全然違ってくるんですけども個人的に思った感想はこういう形ですということで、参考になればと思います。どうでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。